ちゃんと勉強するんだよ。もしここの授業についていけなかったら、私が教えてあげよっか。しないでギターばっかり弾いてたんでしょう。それじゃ千秋先生が家庭教師してあげようか。うん、いいよ。お家に行って教えてあげるよ。私の部屋でお勉強する？何を不満なの？千秋、こっちの在庫なんだけどな。あ、ごめんね。私、水曜日と土曜日が時間あるから、その日に来てね。
当然だな。でも俺は濡れても大丈夫だけどな。ふふ、俺には神のご加護があるんだぜ。まあそれは冗談としてだな。雨の中で濡れながら走ってれば女の子が、あ、ヨウト君、濡れてるの？傘は？え、ないの？じゃあ私が入れてあげるってな展開になるだろ、普通。しかも、それがきっかけで二人は恋に落ち、ついには結ばれちゃったりすることになったりなんかしちゃったりしてさ、たまんないぜ。そんな計画が胸にはあるので、一足お先に行かせてもらうぜ。それじゃあな。ん？どうした？傘は持ってないのか？日頃の行いの悪さが出てるね。私には傘があるから、これでスイスイっと帰宅するからね、濡れずに。安心して入れてあげようなんて思ってないから。あら、あやなはバイトがあるんで先に帰ったわよ。強がって夜まで帰れなくなるがいいわ。それじゃあね。どうした？帰らないのか？そうか、それは災難だね。俺も傘は持ってないけど、今日は用事があって帰らなくちゃいけないんだよ。仕方ないから濡れていくよ。そうだな、ありがとう。何やってんだ？今日は遅くまで残ってるな。そうか、まあ正直言ってお前のことなんてどうでもいいんだけどな。さっきからセナが見つからんのだ。俺の机から授業に使う巨大なコンパスを持ち出してどこかに消えてしまったのだ。前は巨大な三角定規を持ち出して生徒をついて遊んでたからな。心配だな。ああ、セナにもしものことがあったら俺は死んでも死にきれんからな。バカモン、疲れる方が悪いんだからな。セナに疲れるなんてたるんどる証拠だ。俺はセナを探しに行くよ。お前も無駄に学校にいないで部室の掃除でもしておけよ。セナー！セナー！
これはパパが授業の時に使うコンパス。これでたるんでる生徒を一つ決まる。いいのよ、そういう時は愛くるしい笑顔を振りまけば万事回復。したたかじゃないとこの時代は生きていけないのよ。ああ、パパには内緒にしてね。私が凶器を手に校内を徘徊してることが分かったら心配になってわめくだろうし。オーケーよ、それじゃあね。
濡れちまったな。冷たい冷たい。この変態！この変態野郎、出てこい！うるさい、問答無用だ！うどんの出汁にしてやるからな！これって、ん？この野郎、ついに覗きまでしやがって。勝手に着替えた？毛布と雑誌に埋もれて人がいるなんて思わないだろ？あんたが非常識なんだよ。私も不注意だったけどさ、勝手に着替えを見たのは死んでも許せないけど、今日のところは見逃してやるぞ。そんなの濡れたからに決まってるだろ。雨が上がるまで待ってようと思ってさ、ここなら邪魔者はいないと思ったの。とんだ厄介だよな。濡れたから濡れたんだよ。なんでもないってば、気にすんだよな。だから気にするなって言ってるだろ。しつこいやつだな。さあ、私は体を拭くんだからな。出て行ってもらおうか。うるさい。さあ出てった出てった。